巨人の秋広優と内野手22が27日スポーツ報知の取材に応じ阿部監督が求めるフルスイングを身につけて這い上がる覚悟を激白した来期はドラフトで大卒組の同年代が入団する年11月から派遣されるオーストラリアウィンターリーグ WL では強いスイングと積極的な姿勢を磨きスラッガーとして飛躍する決意を示した アスタリスク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 秋広の打撃を阿部監督はどう見ていたのか今季12安打中長打は二塁打1本スカッみたいなフライ多いでしょ当てただけのショートフライみたいなテニスで言うと全部カット打ちになっていると課題を挙げていた 前から来る球に対してバットが斜め上から入りすぎると接点が少なくなり、捉える確率は下がる。強くコンタクトして遠くに飛ばすには、来る球に対していかに、バットを軌道に入れるかと、面、で捉えることが重要と強調する。フリー打撃で外野席に特大の打球を連発する秋広には、大きな可能性を感じている。練習みたいに打てばいいんだけど、 それを再現できないんだよねと、求めるのは再現性と継続力。身につけるためには高い意識で練習するしかない。昨週の監督就任直後には、あの体があって、もしかしたら大谷くんくらいになっちゃうんじゃないかなと思うけど、思ったより振る力も弱い。もっとできると話していた。勝負の5年目となる来季に向け、今オフひろがどんな変化を見せるのか。 安部監督は厳しい目で見ていくだろう。巨人担当キャップ片岡優歩。